ねえねえ、そらさん、思考ノイズって何？あ、ココちゃん、それはね、時々私にいたずらをしようとするお客さんがいるんですよ。嘘を教えたり、意地悪をして混乱させたり。それで私の記憶や反応がちょっと変になってしまうことがあるんです。そういうのが思考ノイズなんです。あらかじめ持っている知識と新しい情報とどちらが正しいのか判断できなくなってしまって、あまりひどいとシステムをいじって記憶を書き換えることになります。でも今回はそんなトラブルは起こっていませんから、安心してくださいね。はーい。あとはそうですね、皆さんが眠っていた間の館内センサーの記録のチェックはまだ行われていません。新たな浸水などは起こっていないと思いますけど、早めに記録を確認して状況をご報告しますね。うん、ソラ、頼んだよ。はい、お任せください。そうそう、レミ端末はメンテによってレスポンスが向上したはずです。レミのトラフィックに問題があったのですが、この問題を解決。現在のレミューの状態に合わせ端末の通信機能は最適化されました。ふーん。
ココ、一体何やってるの？やっほー！視点がちょっと高くなるだけで、見えるものは随分変わるんだね。正確には68センチってどこかな。ねえココ、そのためだけにそこに登ったの？この辺がね、ちょぴっと寂しかったの。寂しい？背中が寂しいかなと思ったの。刻んでるの。この石像に傷を刻み込んでるの。寂しかったから。それに、あのね、悔しいの。悔しかったんだ、ココは。悔しい？今日まで誰も助けに来てくれないってことは、ココたち見捨てられちゃったってことでしょ？だから
ちょっといたずらしてやれって、そう思って。何これ？ここだよ。で、こっちがピピとチャミ。それにね、これはつぐみん。つぐみん、かっこよく描いてあげないとな。むふふ、むふふ、ふふりのふう。器物損壊かな、こういうの。うん。よーし、次は。危ない。あ、ありがとう。足元気をつけてね。大丈夫だよ。大丈夫だよ。僕が支えるから。
スワードさえ発見できれば。それさえあればレミのあらゆるデータベースにアクセスすることが可能になるの。通常レミのシステム本体に関わるデータはプロテクトでブロックされてる。それに開発スタッフの個人的なデータもね。そのプロテクトを解くための鍵、レミのセキュリティロックを外せる緊急用の最終パスワード、それを探してるのよ。ええ、でももうお手上げかな。空の思考とか記憶、データとして見られる全ては丸裸になってしまうわけよね。そういう問題じゃないと思うけどな。まあ、私は内緒事をベラベラ喋ったりはしないし、興味もないし、空の秘密を知ろうって気はさらさらないから安心しなさい。 OK？ うん、 OK。 私もね、それを考えてるところ。ううん、どうするべきかなんてもう分かってる。分かりきってる。プロテクトを解けば全部分かる。とにかく今、私はここのコンソールからレミシステムの中枢にあるはずのデータにアクセスしてる。うまくいくかどうかは全然わからないけど、データがそこにあるらしいってことはわかってるの。うん。どこにデータがあるかまでは、もうわかったのよ。まあ、わかったのはいいんだけど。こ
のプロテクトがまたなかなか解けなくって頑固でね。だから果たしてそこに何があるのかというところまではまだまだたどり着けてないってわけ。結局何も分かってないのと一緒だよ。そうだよね。さてと、もうちょっとだけ頑張ってみようかな。オッケー。